はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。お久しぶりでございます。今日はかなりスペシャルな内容になってます。アクティビジョン様から、新作の COD である、コールオブデューティー、ブラックオプス、コールドウォーの、先行プレイ権をいただきましたので、そのプレイ動画を上げたいと思います。今回はね、3時間のプレイだったんですけど、6対6のモードと12対12のモードをプレイしていきました。で今回は、1試合目のね、6対6の1試合目の動画をちょっと上げたいと思います。まあ、僕のこのチャンネルで引き続き、ね、3時間のプレイの中から動画をね、また何本か上げていくので、皆さんぜひチャンネル登録と、通知ボタンもね、ぜひよろしくお願いします。というわけでもう皆さん、プレイ動画気になってると思うので、プレイ動画の方へどうぞ。さあ、というわけでやっていきたいと思います。これどうなってんだ ?6-6。6対6。相手にしんちゃんがいるね。スライディングは、なんだこれ。モダンと同じぐらい素早く出せるけど、なんかスッスッって移動するね。なんかゴーストっぽいな。まず1枚。うん、ふんふんふん。スタン投げよっか。切り込んだね。今いたな。あー、回収したかった。なんだこれ、どういうマップになってんだろう。ちょ、6対6っぽいけど。結構広めのマップかな、ここに関しては。OK、しんちゃんカット。回収。味方にちょっとこれか任せて、こっちで湧いてそうじゃない？どうだ？誰も湧いてないの？スライディングは、連発できるね。かなり、モダンに近い操作感。全然いない。どうだ？どこだこれ。みんな迷ってんのかな？あぶね。うわぁ！これみんな迷ってますね。みんな迷ってるよ、これは。ブランド用のマップなんかな、これは。トレーラーにあったやつだよな。いない。どこだろう。右から撃たれた？ん？さあ、外周にいたね。いっぱいいる、この辺。ダブルキル。ああ、そっちか。回収までいけない。しんちゃん今カットしたね。ナイス回収。あれ、そんなとこもいけんの？おお。多分これグランド用のマップじゃないかな。センサー前。ああ、これが、スキルですね。ある時間が経つと溜まるやつね。多分。あと、キルとかに。なんか、耐えてみよう。使い方合ってんのかな？レーダーに映る系かなって気が。ちょっと進んでみようか。キルタイム的には、まあ、そんな硬くないですね。やっぱモダンよりちょい硬ぐらい。あ、UAV やった、まった。で、この辺いるね。カットして。ここにいるのもカット。で、この先湧いてくるから。スタン。オッケー。オッケー。お、あー、くそ。待って、キルスト、なんか溜まってない。うわ、溜まってないか。残念。そこ来るかな。お、オッケー。あ、ナンパームが溜まった。あれ？なんか連キル してないんだけど。溜まったね。オッケー、いいね。オッケー。オッケー。いやー、全然スライディングがいい感じ。モダンといいか、本当に似てますね、操作感は。あ、しんちゃん。おー、倒してたかな。味方が倒してくれた。オッケー。グッピクが味方にいるね、これは。集中モード入ろうか。回収もしていくよ。戦闘ヘリ？うわー、惜しい！ジャンプ値がちょっとミスったね。さあ、現在スコアトップですね。いい感じ。なんか、リスポーン変わってる？いいぞ、戦闘ヘリちゃん。ナイス！いいぞ、いいぞ！
いいね、いいね。じゃあ武器も拾ってこうか。ちょっと敵の武器も拾いつつ、これはなんだ？ AK だ、AK いいね。あ、この AK ほんと BO1 に近い形してる。あー、固まってた。戦闘ヘリがあんまりキルしてくれない。敵が結構洞窟の中に隠れてるのかな？はい。はい。あ、OK。いやー、サクサクいける。気持ちいいなー、これめちゃくちゃ。めちゃくちゃ気持ちいいんだけど、ヒットマーカーを。あー、AK。AK ゲット？あー！おー、この人うまいぞ、動きが。動きが良かった。わー、そこでは行ってたかな。敵の砲撃。いいね、いいね。31キル。あー！いいぞいいぞ、スコアトップ。全然余裕のスコアトップです。このまま、勝利に導きたいところですが。最高。おー、これ、グラウじゃない。ガリルかな。ガリルっぽいですね。あ、でも弾が全然ないな、これ。あー、しんちゃん。おー、しんちゃんカット。あー、なんだこれ。敵の空爆か。こっちから行こうか。ハンドガンもちょっとどっかのタイミングで使いたいね。フラグは左手で投げる。え？ナイス。この先湧いてるんじゃないかな。湧いてない、湧いてない。後ろになってる。どこだ？上か？わからん。これ、焚いてみて。このセンサーマインというのは、一体どういう、どのぐらいの範囲を。センサーしてるのかわからない。わあ。なんかこのスライディング、だんだん慣れてきたぞ、この。最初ちょっと違和感を感じてましたが、このスーっていうのに。なんかこっちの方が操作しやすく感じてきた。わあ、さすがにダメージが痛かったか。オッケー。わあ、ちょっと流れが悪い。多分このマップに関しては多分広めに設定されてる。おっ、こっち後ろ大丈夫かな。ちょっとこれなんだ。あ、これ弾がない。おお、ジャンプ打ちしてきた。待って、ここかなり危ないぞ。大丈夫かな。 AK 拾ってみようか。ハンドはね、モダンと同じ55にしてるんですけど、ちょっと遅く感じるかもしれない。どっからだ？見えないね。やっとナパーム。AK いい感じ。反動が凄まじくいいね。ナパームドーン。スッスッ。手さつきオンライン。スッスッ。一旦引きつつの。オッケー。ここ顔出したらまずそうだな。こっちから行こう。オッケー。うわー、逃げ切れんかった。いやー、敵倒すときめっちゃ気持ちいいな、これ。あ、ちょっとグレモ。投げて。うおー、うまっ！スナイパー決めてきた。マジ？ちょっと敵の、これなんだ？ M16 だ、M16。M16 ある。オッケー。2点バーストぐらい？じゃあ2点バーストじゃない。2バーストぐらい、2バーストぐらいで倒せてるかな、これ。うん。これはなんだ？あ、SR だ。あー、待って。敵のヘリが出てるね。
あ、あれだね、敵のヒルの耐久値が表示されるようになったね。いや、硬いな。これ僕一人じゃきついぞ。あ、でも時間切れになりそうですね。このマップはほんと多分グランド応用のマップだと思うな。オッケー。いやー、これはめちゃくちゃ気持ちいいな、敵倒すとき。スコアは、1位ですね。47キル。28確保。